皆さん、こんにちはデブ。僕は精霊ビエグと申します。この度はテイルズ・オブ・ベルセリアをご予約いただき誠にありがとうございます。お礼を兼ねてベルセリアパーティー一同愉快なトークで皆様をおもてなししたいと思います。トーク？聞いてないわよ。そうですよ、いきなり言われても心の準備が。できるかな。できる、できないではないデフ。やるんデフよ、ライフィセット。おう、いいこと言うじゃないか、ビエング。そう怒られては引くわけにはいかんな。うん、僕もやってみる。というか、ビエング、なぜわしの下僕のお主が場を仕切るんじゃ。仕方なくデフ。ユイが独尊独立独歩協調という言葉すら知らない変人揃いのこのパーティーに僕以外に司会をこなせる人材がいまふか。言われてみれば全くおらん。だな。少しは言い返しなさいよ。こりゃあ、その人事みたいな態度はなんじゃ。そうデフ、本当ならベルベットが真っ先に挨拶するところなんでふよ。私？正論ですね。なんといってもテイルズ・オブ・シリーズ初の単独女性主人公ですし。ああ、ここはお前が仁義を通すべきだろう。ふん、確かに司会は無理でも挨拶はきっちりしておいた方がいいな。観念せいベルベット。分かったわよ。僕も協力するよ、一緒に頑張ろう。ええ、頼むわ。テイルズ・オブ・ベルセリアを予約してくれてありがとう。私たちの旅を最後まで見届けてくれると嬉しいわ。お礼と僕たちの紹介を兼ねたスペシャルドラマチックチャットを用意しました。どうぞごゆっくりお楽しみください。オーケーです。そうか、とではトークを始めるでふよ。僕が出したお題に順番に答える形で進行していきたいと思います。なるほど、それなら素人の私たちでも無理なく話せそうですね。のみならず、おのずとそれぞれの答え個性を比較できる定番だが手堅い策だな。ビエンフ、意外だけどちゃんと段取りを考えてるのね。じゃろう、わしの教育の賜物じゃよ。そうデフ、理不尽すぎる下積み生活の末に今の僕があるんデフよ。お前もなかなか苦労してるんだな。ま、僕の過去エピソードは大長編になってしまうのでまたの機会にして。最初のお題はグミについてデフ。グミ、食べると体力とかを回復させてくれるシリーズ定番のアイテムだね。アップルグミ、オレンジグミ、ミックスグミにくじグミ、おかかグミなんてものもあるらしいな。イエース。皆さんはどのグミが好きでふか。私は回復できれば何でもいいけど、あえて言えばアップルグミかしら。僕もアップルグミだな、リンゴ味で美味しいから。回復してくれるのはありがたいが、俺はグミはふにゃふにゃしててスカン。私は味的にはパイングミですが、性能的には体力を大きく回復してくれるグレープグミが好きですね。俺はグミ大福だ。あの餅とグミの食感の奇跡的な出会い、考えたやつは偉大な芸術家と言えるだろう。わしは目玉焼きにはグミジャムをかける派じゃな。グミ大福、グミジャム。ライフセット、マギルーたちに突っ込んじゃダメよ、調子に乗るだけだから。いやいや、それじゃトークが広がらんだろう。結果発表。結果って何の。もちろん好きなグミで性格を占うグミ占いのデフよ。まず2つのグミを選んでしまったエレノア様は、一時に見えて案外気が多い小悪魔系女子でしょう。え、そんなことは。次にグミ嫌いの六郎は、
戦闘大好き、ついつい手段が目的になってしまう強戦士系男子でしょう。おほほ、よく当たる占いだな。認めないでください。グミ大福の場合はどうなんだ。グミジャム系女子のわしは、そんなのは占うまでもないでぐ。アイゼンは趣味が偏りすぎた変人。マヒルー姉さんはオチに走りすぎて滑った芸人でふよ。なんじゃと。じゃあアップルグミは。アップルグミというか同じグミを選んだ二人は両思いなんでふよ。ゆうゆう。ちょっと、こういう占いも兼ねてたの。僕とベルベットが。というふうにアップル組派は言われたことを簡単に信じてしまう素直系男女でふね。言い返せない。そうなんだ。さあ、いい感じに場が温まってきたでふね。次のお題もこの調子でいくでふよ。私たち完全に視界に遊ばれてますよね。ビエンフ、侮れんやつだ。2番目のお題は何々人についてでふ。ああ、猫人や亀人、動物の着ぐるみ風の格好をした不思議な人のことですね。奇妙で不思議な文化を持ったテイルズオブシリーズおなじみのキャラクターたちだな。ベルセリアにも出てくるよね。うむ、いろいろ面倒な奴らがわさわさ出てきよる。乞うご期待じゃ。それにしてもあいつら一体何なんだろうな。人間じゃないんだよな。バーッと、ダメでふよ、ろくろ。それは聞かないのがシリーズのお約束なんでふから。そうなのか、すまん。では質問でふ、みんなは何人が好きでふか。また占い。とんでもない、純粋なトークのきっかけでふよ。じゃあ猫人でいいわ。特に理由なんてないけど。僕も猫人、すごく不思議だから。ベルベットの真似をしたんじゃないよ。わかってるわよ。私はウサ人ですね。モコモコで可愛いですし。俺はダークカメ人だな。あいつも俺と同じ二刀流だし、何よりスッポンとかカメは結構うまいからな。どういう理由ですか。俺はアリ地獄人を選ぶ。死神には地獄が似合い。そういうことだ。わしは好きな人はおらぬが、嫌いなのはメラニンじゃ。メラニンが生み出すシミそばかすは乙女の大敵じゃからの。またそういう不真面目な回答。ではお主が人気のないメラニンを推すかい。それは断固拒否します。で、この話のオチは。特にないでふ。ただこの質問に答えたものは、来世その人に生まれ変わるという呪われた伝説はありまふが。はあ、それって僕とベルベットの来世は猫人ってこと。そりゃ面白い。エレノアウサに似合ってみたいな。あなたは亀ですけどね。死神を名乗るアリ地獄人か。ギャグでしかないな。わしなぞシミそばかすの原因物質じゃぞ。いやじゃ、せめて他人にお茶の苦味成分にしておくれ。もちろん鼻炎風の冗談だろうけど。うん、なんか妙に怖いよね。猫人たちの正体がわからないだけに。3番目のお題はテイルズオブシリーズ歴代キャラクターについて。みんなが気になっている歴代キャラクターを教えてほしいです。そうだな、俺はテイルズオブシンフォニアのロイドだな。あいつの二刀流理論に俺は深く感動した。一刀で100の力なら二刀流にすれば200の力になるというやつか。ああ、二刀を極めた剣士にしか言えない名言だ。そうか、お前が納得しているならそれでいいが。私はテイルズ・オブ・レジェンディアのクロエに共感を覚えます。真面目な女性騎士っていうところはエレノアと同じだよね。はい、共感を覚えます。衣装も凛々しいですよね。特にハットが
ハッとするほど素敵で。ハッとするハット。おやおや、真面目な騎士様はダジャレも真面目じゃの。違います、今のは偶然ですよ。俺はテイルズ・オブ・イノセンスのリカルドだな。この男は俺と同じ死の匂いをまとっているように感じる。ほほう、同じ死の匂い。黒コートのことだな。違う。わしはテイルズ・オブ・ヴェスペリアのジュディスに共感感じまくりじゃ。妖艶な雰囲気をまとった大人の女性、スタイルもわしとそっくりじゃしな。あっそ、お前がそう信じたいなら止めはせん。こりゃ突っ込まんか。そんなに遠い目で見られたら悲しくなるじゃろうが。ベルベットはテイルズ・オブ・エクシリアのミラが気になるんじゃないでふか。二人は似ている気がしまふし。そうなの？自分では全然わからないけど、ライフセット、私とミラって似てると思う？雰囲気とか似てるとこもあるけど、性格は全然違うし。ベルベットはベルベットだよ。そう。じゃが一部はかなり似ておるじゃろ。坊よ、素直に言わんのは悪い子じゃぞ。それは魔女のささやきなんて聞かなくていいわよ。ライフセット、あんたが気になるのは誰？なんじゃの、助け舟を出しよって。テイルズ・オブ・ハーツの琥珀かな。なくした感情を取り戻していく人なんだって。ふん、この綺麗な黒髪の子が気になるのね。それが気になる理由じゃないからね。ええ、わかってるわよ。ならいいけど。さて、いろいろなキャラクターの名前が上がったでふね。この中の誰かとはベルセリアで実際に出会えるかもしれないでふよ。お楽しみにでふ。さて、最後のお題は好きな歴代マスコットでふ。なるほど、これまでシリーズにはたくさんの可愛いマスコットが登場してきましたからね。うん、チーグルとかブッシュベイビーとか。イエース。そして今作のマスコットといえばこの僕、ビエンフ。可愛いだけでなくトークの司会までできる、本当にお役に立つ存在でふよね。歴代にはもちろんベルセリアも含みまふよ。そこを踏まえてご回答をどうぞでふ。好きなのはブウサギよ。私の村でも飼ってたし、何より美味しいし。私はテイルズ・オブ・シンフォニアのノイッシュですね。あの背中に乗ってかけてみたいです。俺はテイルズ・オブ・ハーツのモクーが気になるな。あのモコモコの毛を切りまくりたいぜ。あえて選ぶならノルミンだ。一匹とっ捕まえて妹に送りたいものだ。ビーン、テンポよく僕をスルーしすぎでご。こやつらに期待するだけ無駄じゃ。お主のことを真に分かっておるのはわしだけなんじゃから。姉さん、持つべきものは長年の相方でふね。たとえそれが悪どい魔女でも。ま、わしが押すのはテイルズ・オブ・エクシリア2のルルじゃけどの。魔女といえば猫じゃし。やっぱり悪どすぎでふ、ビエン。泣かないで、ビエンフ。どうしてライフィセットも他の可愛いマスコットがいいんでこよね。僕は可愛さより話ができる子がいいよ。その方がいい友達になれると思うから。友達、なんと温かな言葉を。だから僕はテイルズ・オブ・ジ・アビスのミューと話してみたいな。ダメ押しでこー、そーばーっと。ライフセット、あんたもなかなかえぐいわね。え？だってビエンフーとはもう友達だから。やれやれ。このトークでわしらがいかに身勝手な集団か明らかになってしまったようじゃの。見事に語るに落ちたな。仕方あるまい、事実は事実だ。そうじゃない時もあるよね、たまには。ま、
本当のところはゲームを遊んで確かめてもらうしかないわね。そういうことですね。では皆様、テイルズ・オブ・ベルセリアを心ゆくまでお楽しみくださいでく。鼻炎風が打たれ強いことはプレイしなくても分かりましたけどね。